皆さんこんにちは、ともやです。今日はですね、僕のチャンネルが一度バンされた件について話したいと思います。これから、YouTube を始めようと思う方とか、学生さんとかは趣味で 4,5 人とかでカラオケ行ってて、その中にね、歌が上手い人がいたら誰かがビデオに撮って投稿するみたいなことがあると思うんですけど、その時にね、僕のバンされた話が役立ったらいいなと思いまして話したいと思います。結構みんな知ってる話だと思うんですけど、著作権っていうのがあるんですよね、 YouTube に。歌の BGM に関するやつが非常に厳しくて、で、僕は一度カラオケの動画を結構出しちゃったんですよね。音痴音痴言われるんで、めちゃくちゃね、悔しくて、歌がちょっとでも上手くなったらいいかなと思って、で、YouTube に出すことによって、アドバイスとかね、上手い人からもらえるんじゃないのかなっていうのをちょっと期待して、で、そっから、歌の動画を10個ぐらい出したんですけど、その時にバンされましたね。こういうニコちゃんマークみたいなが4つぐらいあったんですかね、3つ4つみたいな。その注意がどんだけひどいかによってニコちゃんマークの色が変わってくるんですよね。確か赤来たらバンみたいな感じがあって、3回注意されたらバンですかね。なんで、その辺はね、ちょっとよく調べてなかったんでわからないですけど、なんかその中によくね、 YouTuber が著作権の問題上音源は出せないみたいなことを言うんですけど、僕も知らん間にもうチャンネルがなくなってた時期がありましたね。で、その時パソコンとか持ってなくて、やり方とかも知らなかったんで、なんかメールで来るみたいなことは聞いたことあるんですけど、なんか普通に知らん間になくなってましたので、これから YouTube とかしてね、歌を出したい人とかは著作権に気をつけてください。アカペラとかやったら全然いいらしいんですけど、自分でギター弾くのは全然ありらしいんで、自分でピアノとかギターとかね、弾いてやる分には本当いいらしいんで、それかアカペラかで、歌自慢の人とか投稿するときとかは気をつけてください。そんな感じですね。ちょっとこういう話を一回した方がいいかなと思いまして、今日は夜ご飯一人鍋なんですよね。一人鍋をします。結構簡単なんで紹介したいと思いますね。一人暮らししている人とかは鍋が多いって聞くんですけど、皆さんはどんな感じですか？一人暮らししている人は。なんか家族とかで食べるいっぱい入れた鍋の方が美味しいんですけど、一人鍋は鍋で美味しいですよね。やっぱ具材が多い方が出汁が出るんで美味しいですね。ちょっと僕は簡単な鍋しか作らないんですけど、ちょっと紹介したいと思います。鍋ですね。何があるやろうね。これ見てください。ビールの缶、結構ね、毎日ちょこちょこ飲んじゃうんですよね。このちょこちょこ伸びが危険らしいですね。脂質異常に引っかかる原因ですね、これが。そうですね、引っかかったんでね、ちょっと気をつけたいと思いますね。これ肩ロースですね。肩ロースが僕的には一番美味しいですね。しゃぶしゃぶとかと、これいつもはなんか300円ぐらいで4人前ぐらいのやつ買うんですけど、それも僕1日しか鍋しないんで、2日とかに分けないんで、こういう分けのやつをちょっと今回買ってみます、ね、ごま豆乳が好きで買ってます。ほんとそれと白菜ですね。白菜こんだけ、ちゃんと2割引きの買いました、節約のためにって言って。このお金も使っちゃうんで、ちょっとね、節約してみたいですね。頑張って、この鍋を食べて風呂にね、使って寝たいと思いますんで、この動画終わりたいと思います。最近同級生の人とか見てくれと言ってたんで、ちょっとね、続けててよかったなと思います。今後もコツコツ伸ばしていきたいと思いますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。はい、 おまけですね。こんな感じでね、食べてるんですけど、ごまドルつけて、熱っ、あ、めっちゃ美味しい。いきます。ここうまっ。これさっきの一人なんですね。これに肩ロース入れて、完成ですね。それではバイバイ。
もうちょっと